関東大学アメリカンフットボールリーグ戦一部リーグトップ8第3節、早稲田大学ビッグベアーズ対中央大学ラクーンズの試合、フットボール TV でお送りしてまいります。本日の実況担当、関東学生アメリカンフットボール連盟放送委員長の松川達也、そして解説には元日本代表ランニングバック高田洋一さんにお越しいただいています。高田さん、本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。手前側えんじのジャージが早稲田大学、奥のベンチ白のジャージが中央大学となっています。まずは早稲田大学の方から高田さん、どうご覧になってきますか。そうですね、2002年の早稲田大学がですね、まあ、トップ8優勝に向けて、はい、まあ、順調にチームを今突き上げている状態だと思うんですよね、はい。まあ、攻撃はランプレーをベースに、まあ、要所でパスでつないでいくっていう感じになりますけど、はい。まあ、ここまでの2試合はですね、前半でまあ勝負を決めちゃってるんですね、はい。まあ、その勝ちも決めちゃってやってるなって感じが多いんですけど、はい、ちょっと不安材料としてですね、はい、今年はちょっとコーターバックの柴崎君のパスの確率はちょっとこの段階で落ちてるんですよね、はい。これはちょっと不安材料かなという人たちありますけど、はい。まあ、今日の相手はね、全勝2敗の中央大学ということで、はい。まあ、トップ8優勝にはもう後がない、負け、今日はゲームは負けられない一戦なんで、もう総力で臨んでくると思うんですよ、はい。ただそれを早稲田大学のですね、ラインバッカーキャプテンの池田を中心とした、はい、ディフェンス陣が、まあ、中央大学の総攻撃をどう止めるかっていうのが、はい、止めて3勝目を挙げるかっていうのがちょっと見ものかもしれないですね。さあ、今コイントスが行われまして、まずは中央が選択権レシーブを取ったようです。そして早稲田は画面左から右への陣地を選択しました。中央がこれレシーブ取るっていうのは珍しいですね。コイントスカスといつも後半選択っていうのは中央多いんですけどね、はい。ただ今中央が選択権取ってレシーブを取りました、うん。まずは最初のドライブから行こうという、そういうことでしょうね。まあ今日はまあ総攻撃だということなんで、はい、そういう話なんですね、その中での最初の攻撃権を取っていったという形になりました、ね。さあ、早稲田大学ビッグアーズ対中央大学ラクーンズ、両チームの主将副将サイドラインに戻りましてパドルを組みます。まずは両チームのスターティングメンバーからご紹介してまいりましょう。えんじのジャージ早稲田大学、クォーターバック1番柴崎、オフェンスラインが左から52番香取、72番松林、79番橋口、73番畑野、75番海老原、ランニングバックが25番の吉澤、91番高瀬、ワイドレシーバーに2番尾抜、19番伊藤、6番ブレナンと入ります。ディフェンスいきまして90番中山、66番二村、54番古田、56番美濃のディフェンスライン、ラインバッカーキャプテン88番池田、47番八代、ディフェンスバックが23番永井、21番大西、29番藤崎、3番山下、38番渡辺。さあ、中央大学行きましてオフェンスラインが79番大久保、78番藤原、58番綾田、65番大西、71番田中、クォーターバックは7番の山村、ラインバック3番大津、タイトエンド86番川瀬、ワイドレシーバーに87番小坂、84番平井で4番岡崎と入ります。ディフェンス行きまして42番神谷、97番佐伯、52番キャプテン神谷、1番樋口のディフェンスライン、ラインバックは46番宮西、31番春山、15番平沢、ディフェンスバックは34番西方、2番村岸、27番小和田、そして22番金子と入っています。さあ、えんじのジャージ早稲田大学のキックオフで試合が開始されます。先ほどまでは画面向かって右から左方向の風、風下側になる陣地を取った早稲田なんですが、ただ今ちょっと風は収まっています。早稲田の96番高坂がボールをセット。中央大学はリターナーが2人構えます。そうですね、24番の川崎君と3番の大津君ですかね、そうですね、ランニングバックの、ちょっと今ボールが倒れましてホルダーがつきます、うん。ちょっと風第2試合よりあるのかもしれないですね。どうですかね、今でさほど強い旗で見る限り強くは見えないんですが、うん。そして早稲田はね、風下側を取ってきました。陣地として高坂のキックを蹴り込みます。川島のリターン抜けてくる、25ヤード超えてきました。まずまずのリターンと言っていいでしょう、うん。そうですね、東京都立小山田高校出身3年生川島海斗のリターン。さあ、中央前半最初の攻撃です。
中央大学のファーストアンテン。山村がパス、短いパス通した。そうですね、はい、あ、3番の大津君にワンフェイクを入れてのからのプレーアクションパスでしたね、はい、タイトエンド86番、はい、川瀬へのパスでこれでファーストターン。ボール自陣の38ヤード一つファーストターン取りました中央大学。ファーストターン10。さあワンバック、右にレシーバー3人固めたバンチ体系。そこから大津に持たせた。大津君の真ん中のトラッププレーでしたね、はい、今1人内側へ、トラップブロックで入ってきましたよね。右側のレシーバーが1人内へ切れ込む形、うん、 そこはブロッカーで使って、そうですね、5ヤードの原因してますね、はい、第2ダウンファーストダウンまで残り5ヤード。パスそしてランときました中央大学。セカンダーファーストダウンまで残り5ヤード。今度はショットガン体系、ボール渡します。また大津君のこれもちょっとドロープレーみたいな感じになりましたけどね、はい、抜けるかと思ったんですけど、早稲田のラインバッカー47番八代が止めています。少し残ってサーダーン残り1ヤード。なかなか中央のオフェンスラインは強いですからね、はい、そうですね、うまく機能すればランプレーは出ますよね。両タイトエンド、うん、真ん中飛び込んで、うん、ファーストターン取りました。中央29番は針ヶ谷優太、ランプレー獲得、ランプレーでファーストターン取っています。ボールはフィールド中央50ヤード地点、中央大学のファーストターン10。レシーバーサイン2人ずつなんですけど、うん、そうですね、かなりタイトな2倍中ですね、はい、さあそこから山村がパスを、うん、87番の小坂ですかね、投げたパスですね、狙っていったパスは不成功、うん、後ろから来た早稲田の38番ディフェンスバックの渡辺大地があわやパスかインターセプトというプレー。元の地点から第2ダウンです。中央大学第2ダウンファーストダウンまで10ヤード。真ん中針ヶ谷大物立っていました。あ、そうですね、セカンデーフォートで6ヤードぐらいまで行ったんじゃないですか、うん、ゲインしたんじゃないでしょうかね。ヤードの原因ですね、はい、そうですね、第3ダウン残り5ヤード。ファールマーカーが出ます、はい、センターがよく見てましたね、 今出た瞬間に砂、はい、相手が見たと見てスナップ出しました、早稲田大学の左側の、インタックルですかね、はい、思わず入ってしまい、はい、そこでセンターがその見ててスナップを出しましたからね、はい、ファーストダウンですね、ファーストダウンになるんですね、はい、5ヤード進んで中央大学はファーストダウン獲得です。さあボール敵陣40ヤードまで進みました。中央大学ファーストダウン10。大津にフェイクを入れてパス通したところ外せるか、うん、早かったですね、早稲田の23番パス捕まえたのはディフェンスバック永井です。
84番のワイドレシーバーの平井でのキャッチでしたね、はい、平井に渡ったところすぐ詰めてきまして、ね、これはノーゲイン。前節までに3回のレシーブのキャッチレシーブがありますね、はい、元の地点からの第2ダウンです。両タイトエンド、レシーバーを外に1人ずつ開いて、山村がパスンと、だいぶ短かったですかね、はい、82番の渡辺大二郎、空いていたようには見えたんですが、そこまでボールが届きませんでした。中央大学元の地点から第3ダウンです。奥広い方にレシーバーが3人、パスの構え、インターセプト、そうですね、パスインターセプト、早稲田の38番ディフェンスバック渡辺大地。まあでも中央としてもね、これパント蹴ったと思えば、はいはい、まあ、そうですね、敵陣攻め込んではいましたけれど、サーダンロング、まあ良しですよね、はい、サーダンロングでしたからね、はい、まあ、ファーストダウンも取れて、はい、ドライブもできましたから ね、 そうですね、次のシーンでまたつながるでしょうね、はい、してはいました。さあ攻撃権は早稲田大学、自陣の18ヤードからのファーストダウン。さあ柴崎がまずはパスからいきます。あーっと空いてますよね、スクランブルに出た、2番が丸空きでしたね、はい、ただ投げられないと見て自分で行きました、うん、2番は大貫ですよね、大貫ですか、はい、縦にまっすぐ走っただけですよ、はい、カバー誰もいなかったですね、まあ、ちょっと前ディフェンスラインに押し込まれてこう、うん、ちょっと前が視界が塞がれたという感じでしたでしょうか。柴崎まずは自分で走って2ヤードほどのゲイン、ハンドオフフェイクして、これも柴崎パスの構え、長いパス奥を狙うブレナンダ、6番ブレナン取った、うん、そのままかわすスピードで10ヤード、残り5ヤード、うん、1ヤードぐらい手前ですかね、なんとか止めました。中央27番、ディフェンスバック小畑がなんとか追いつきました。しかしブレナンへのロングパス、一気にゴール前まで来ました早稲田大学。ゴール前2ヤードぐらいってことですかね、1ヤードですかね、ボール前もう1ヤードと言って1ヤードですかね。今のプレーが81ヤードのパスということになります。ゴールまで残り1ヤード、早稲田のファーストアンドゥーゴール、ハンドオフ真ん中押し込んで、これは入ったんですかね、タッチダウンですね。まずは吉澤に持たせて1ヤードタッチダウンラン、ブレナン、柴崎からブレナンへのタッチダウンパス、ロングパス、そこからの吉田のタッチダウンランという形になりまして、まあ、タッチダウンでも良かったみたいですけど、はい、でもあんだけ入ったからね、まあ、最後なんとかかろうじて、ね、千代の選手抑えたんですけれど、さあそしてトライフォーポイントに移ります。成功しましたね、高坂のキックも決まりまして、早稲田大学ファーストシリーズ7点を先制しています。これはもういつものパターンなんですよね、はい、最初のシリーズこうロングパス一発でゴール前まで持っていきました、うん、まあ、初戦の東大戦こそね、はい、あのファーストシリーズはちょっと爆発しなかったんですけどね、それ以降はもうほとんど立ち上につなげてますからね、そうですね、はい、非常にこの、ね、試合開始のシリーズ、うん、まあ、確かあの時はまだブレナン君が出てなかったんですよね、そうなんですよ ね、 ーーでね、はい、初戦の東大戦は、うん、途中からですからね、はい、ブレナンが途中出場、ブレナン君が出てきてからもパスを1回キャッチしてからガラッとまたそうです、ね、パスの攻撃変わりましたからね、最初のファーストプレーがブレナンのパス、うん、そこでねちょっとだいぶ雰囲気が変わって、まあ、東大を突き放したというような初戦の試合でした。
さあ得点しました早稲田大学のキックオフで試合が再開されます。高坂がこうボールをセットしてからこうしばらくじっと見つめて、あるいはそのまま抑えと蹴るんじゃないかみたいな中央もちょっと上がってくるような構え見せましたけれど、そこから通常のフォームになりまして蹴り込みます。対空時間のありキックです ね5ヤード付近からのリターンになる大津が、ただ抜けてくるぞ、惜しかった、あそこかわしていればというところ、はい、35ヤード手前まで持ってきました。バスの38番ですかね、はい、今、渡辺ですかね、先ほどインターセプト選手ですね、これ彼がよく飛べました、はい、今彼が今いなか、あそこにいなければ、はい、大津君がそのままロングランでしたね。ボール自陣の34ヤード地点ファースト10、中央大学ファースト10、まずはハンドオフ、大津がボールもらったところで足元来た、早稲田の選手が来たんですが、そこでバランス崩しながらも前に出てきました、ね、2ヤードぐらいゲイン、さあ中央大学セカンダー残り8ヤード、ワンバックに構えてハンドオフ、針ヶ谷、針ヶ谷はこれは捕まえます。なんか今ちょっと中央の、はい、オフェンスラインとバックのブロックでなんか、ぐしゃぐしゃになってましたね。ちょっと今こう誰がどこ誰がどこを抑えるのかというのはちょっと味方として、うん、なんかこうちょっと ね組みおかしいな感じだった、タイミングが合ってなかったですね、はい、さあサードダウンです。ファーストダウンまで残り8ヤード、パスの構え、針替えに合わない、うん、そうですね、今これ針ヶ谷君のスクリーンパスだったんですかね、はい、ただ早稲田35番竹真弥、そして90番永山海地、2人のディフェンスラインがこうクオーターオフにプレッシャーかけてきました、うん、パス不成功、元の地点からの第4ダウンになります。中央5番福井選手登場、パントの構えです。じっくり時間を使ってからのパント、福井のパント、これは高い、取ったところに白い選手、白いユニフォームの選手が集まります。福井選手のパント高かった分やはりこうカバーが早かった、そうですよね、まあ、追い風で、まあはい、結構パントも伸びましたけどね、そうですよね、はい、早稲田自陣の28ヤード地点からのファーストダウン10です。さあレシーバー左右に2人ずつ、まずはハンドオフ、はい、吉田のランから入ってきましたね、先ほどタッチダウンランを決めた吉田選手にボールを持たせて、真ん中のラン6ヤードの前進、吉田君は成蹊高校なんですけども、はい、フットボール経験じゃなくてなんか野球だったっていうよう なんか話聞いたみたいな気がするんですけどね、はい、野球だったか陸上だったかなんかそんな、まあ、整形といえばね、整形ラグビー部なんていうのはフットボール経験者、うん、フットボールラグビーじゃなかったみたいですね、ラグビーでもないという話、うん、確か野球だって話を整形の OB の方から聞きましたけどね、パス成功でこれでファーストダウン取ってきました、早稲田パスキャッチはワイドレシーバー14、13番の小畑、
ボールは自陣38ヤード早稲田大学ファーストダウン取っています。さあ早稲田もこのレシーバーを内に寄せた形。ハンドオフ真ん中押し込んでいきます。ランニングバック44番広川光大ですね、はい、この吉澤君に次ぐ44番の広川光大君ですね、はい、2番目のエースランナーですよね、はい、彼もアベレージ 4.6 ヤード、はい、今まで2回のタッチダウンを記録してますね、はい、今のプレーが7ヤードの前進、そして第2ダウン、また同じフォーメーションに構えて広川に渡します。今度は外、広川君のパワーオフタックルでしたね、はい、ファーストダウンどうですか、足りてないですかね、はい、残りわずかサードダウンというふうにコールされています。さあ第3ダウン、今度は5番の中野レイジ真ん中押し戻されますが、ファーストダウンは取っています。ファーストダウン取ってますね、はい、ファーストダウン取りました。そうですね、中野君もアベレージ6ヤードっていうのを残してますね、はい、自陣49ヤードファーストダウン点。あと早稲田のランニングバックでは、7番の荒牧君ですか、はい、そうですね、荒牧君いますね、荒牧君がまあアベレージ一番よくて 8.4 ヤードっていうのを残してるんですけどね、ここまではここまでこの4人を、ね、うん、ね、使い分けながらという早稲田大学のオフェンス。ハンドオフフェイクして柴崎、ここはパス、またブレナンだ、長いパスだ今度はブレナン君がパスを見る時間がなかったですね、はい、もう見た時に遅かったです、投げないってからですから、ね、そうですね、もうちょっと頭の上超えた、うん、ただ今みたいな攻め方がこれ早稲田の特徴的なんですよね、はい、あのランをやっぱりベースに使ってきてて、はい、ここぞっていう時にパッとパスくるっていうんですよね、はい、非常に守ってるディフェンスとしては絞りにくいですよね、はい、両方守らなきゃいけないんでね、はい、でましてブレナン君がいれば常にそのサイドにはパスをケアしてなきゃいけないっていうのがありますからね、はい、今ブレナンは一番奥のレシーバー、おっと、今度は中央の選手が突っかけてしまったような形、ファウルマーカーが出ました。ただ今回はプレー止めましたので、うん、止めたよね、あるいはオフェンス、まあ、ということもありますか、どうでしょう、今審判団が集まって確認をしています。と競技が長引いていますが、どうしますか。守備側中央にオフサイドがあったというコール。中央大学5ヤードのバッタイです。ボールは敵陣入って46ヤード地点、早稲田大学セカンドダウン残りの5ヤードになります。荒牧に戻せた、ファーストダウン取ります。早いですよね、早いですよね、彼は、はい、ボール的陣40ヤード明治大学、早稲田大学ファーストダウン点。柴崎がパスを高いところでキャッチ、ブレナン翼。今のだってブレナン君がクォーターバック見た瞬間にはパスも来てましたからね、はい、それをキャッチできるんですが、はい、すごい、まあ、動体視力っていうかすごいですね、はい、もう
これでファーストダウン取っています。敵陣20ヤード早稲田のファーストダウン10。柴崎がこう何か左右に伝えました。ハンドオフ6番エステル5番ですかね、5番ですね、中野のランプレー、中野君の左のパワープレーですかね今。ただこれは少し下がりました。中央の ラインバッカー広沢君ですかね、広沢ですかね、今向こう側のラインバッカー、ハンドオフ、うん、これもそうですね。今度は外から入ってきたのは1番ディフェンスラインの樋口、はい、1番の樋口くん、そうですね、はい、彼も城北の埼玉高校なんですよね、はい、でもロスタックル2回でコトバックサック1回の記録を前節まで残してますね、はい、さあサードダウンです。早稲田大学ファーストダウンまで残り11ヤードとなっています。手前にレシーバー3人、柴崎はパスの構え、あスクランブルに出るか、ブレナーへのパス、これはオーバースローになった。まあ今のもね、しばらく走ってもよかったみたいですけどね、はい、前は空いてましたもんね。そうですね、ただまあ奥ブレナーを狙っていって、うん、このパス不成功になりました。さあフィールドゴールトライに変わります。まあ、小坂にとっても全然問題ない距離ですね、問題ない距離ですね。フィールドゴール狙います。キックを蹴って、あっと外れましたか、右に逸れたか、外れましたね。まあ、今小坂君これスコアリングで2位なんですよね、はい、今の入ってればまた1位になったんですけど、ね、そうですね、追い上げ、うん、まあ、ちなみに1位は法政のキッカーの、はい、高橋君ですかね、はい、が今1位なんですけどね、はい、スコアリングでは2節で、高橋選手2節で6本のフィールドゴールというね、うん、非常にこう、そうなんです、はい、まあ、フィールドゴールを蹴る機会が多い、うん、逆に早稲田の小坂選手はねトライ4ポイントの点が多いわけなんですけど、そうですよね、今のフィールドゴール不成功で得点7対0のまま攻撃権は中央大学に移ります。中央自陣の20ヤード地点からのファーストダウン10です。3番大津が抜けてきます。うん、もう少し今87番の小坂君がダウンヒートブロックしてあげてればファーストダウンは行ったなと思いましたけどね、あと一歩ですね、はい。ここでクォータータイム、第1クォーターが終わります。第1クォーター最初のシリーズで早稲田大学が先制、得点7対0、早稲田大学がリードしています。早稲田大学対中央大学、関東大学アメリカンフットボール1部リーグトップ8の第3節、フットボール TV でお送りしております。